Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホスです。本日もね、Biohazard 6をやりながら人生相談乗っていきたいと思います。前回ね、地下鉄を抜けまして、市街地にやってまいりました。で、こっからちょっと修羅場が続いていく感じになるんで、まあ、質問もね、答えながらゲームのレベルも上げていかないと、全然ゲームが進まないっていうことになるかと思いますんで、頑張りたいと思います。じゃあ、早速ね、いきなりね、確か記憶だったらゾンビが出てくると思うんで、ここで質問を、読んでからいきたいと思います。今日の質問第1個目は、老人は国の宝じゃーと、声高に言っている人がいますが、疑問を感じます。これをどう表現したらいいかわからないのですが、ブルーホースさんはどう思いますか？うん。まあ、個人的には、違和感は間違いなく覚えますね。まあ、宝物って、それそのものが価値あるものだったりとか、まあ、それを、一定何わっと8分。わっと、あ、お前かこいつ、お前、教会連れて行く前に殺す気だろ。ほら、破片残ってんじゃん。ほらほら、撃て撃て。ほら、ほら。撃てよ。撃たないのかよ。お前、質問答える前に俺も、怖すぎて疑問だらけになってる、今。あそこでめっちゃ食ってる奴らいるし。まあいいや。進んでいこう。うん。おい宝物ってさ、まあ、今も言ったけどさ、宝そのものに価値があるわけじゃないですか。でも、今の老人の人たちって、じゃあ、今価値があるかっていうと、微妙。まあ、なんていうの、全員がってわけじゃないですよ。でも、多分、そういう、わしらは宝じゃとかね、老人のことをもっとね、気遣いみたいなことを言ってくるような人たちっていうのは、おそらく、もう今は価値ない人たちなんですよね。と思いますよ。うん。だから違和感を覚えるなっていうんですよね。だって、本当に価値ある人だったら、そんなことを言わなくても、周りが気づくじゃん。でもそうなってないってことは、誰も、あなたのことを価値ある人だっていう風に認めてくれないから、そこに、まあ、ショックを受けて、自分で吠えることによって、なんか、なんとかしようみたいなね、風に思ってるだけなんじゃないかなって思ったりしますけどね。そんな感じだと思いますよ。だから、ね、あとは、ま、宝そのものの価値があるかっていう話も今しましたけど、あとはね、その宝を残した人っていうのが、その価値あるかっていうのもその一個問題っていうか重要だったりしますよね。うん。じゃあ、その宝と呼ばれる今の老人たちを残してきた人たちはどうかっていうと、やっぱり、その、いわゆる、高度経済成長とか、それからバブル期みたいに、やっぱり日本が稼げる環境っていうのを残してきたわけじゃないですか。めちゃめちゃゾンビいるな。ちょっとここ、ダッシュで抜けよう。めちゃめちゃその価値あるね、日本を作ってきてくれたわけじゃないですか。じゃあ、何じゃあ、今どうか、今日本の価値どうかって言ったら、ね、幸福度が先進国の中でも、もうダントツ最下位みたいなくらい低いわけですよね。うん。ね、で、国に借金背負わせたりとか、我々のね、税金が上がってしまって、同じ20万稼ぐでも手元に残るお金は、昔だったら18万とか17万とかなのに、今は16万、15万とかっていう風にどんどん減っちゃってるわけじゃないですか。っていうことを考えたら、もう全然今の日本って行きづらいんですよね。しかも物価上がってるし、マクドナルドのハンバーガー1個見ても、当時50円とかね、80円とかっていうのがあった。何？いやん。あ、やばいかもしれない。エレナ。え？あれ？エレナ？助けてよー！はい、すいません。2回目お亡くなりになりました。失礼しました。まあいいや。そうそう。ね、ハンバーガーとかね、僕が小学校の頃とかって、本当にね、50円とか、チーズバーガー80円とか、そういう世界だったんですよ。が、今どうすかっていうね、ハンバーガー1個でももう100円で、セットになったら、なんか、ほんと、吉野家よりも、高い金額になりますよね。いって、ビッグマックセットとかさ、そういうのを考えたらさ、こういうの先にちょっと芝居とかなきゃいけないんだよね。ご褒美プレイ。ご褒美プレイ。OK。そう。っていうことを考えたら、おう。ねえ。
物価上がってるけど給料は上がらず、しかも手取りはどんどん少なくなっていきますっていう状況だったら、そりゃ生活はしにくいし、その子供一人育てるのだって、僕が子供の頃、今から20年前とかそのくらいの時とかっていうのは、まあ一人育てるのにだいたい1000万円くらいかかりますみたいなこと言われたんですけど、今なんか何1500万から3000万かかるらしいですね。知らなかったけど、うん、なんか今そんな風に言われてるらしいですね。実際のところはどうかわかんないですよ。実際のところはどうかわかんないけど、なんかそんな風に言われてるらしいんで、じゃあ手元に残るお金も少ない中で、うったーい、ね、そんな厳しい環境の中で子供一人育てていかなきゃいけないですってなったら、そりゃ子供作ろうとは思わんわなっていうね。僕の世代が、僕92年生まれですけど、120万人だったかな確か。で、今が80何万人だって、7万か4万とかそんなんですよね。だから3分の2になっちゃってるわけですよ。うん、まあ、段階の世代とかね、あの段階ジュニアって言われる人たちが確か240万とか70万とかだったんで、だから半分とかなっちゃってるわけですよ。半分から3分の1になっちゃってるという話ですから、うん、それは誰もね、子供今の中でね、あのやりたいわけならないですよ。社会保険いやね、税金は上がって手元にお金少ない、かつ物価上がってるね。あの、まあ、アメリカ行った時に、まあ、一個びっくりしたのは、あのアメリカってのマクドナルドって、まあ、日本と比較しやすいんですよね。日本と比較しやすいんですけど、あれなんかこれさ、危ない危ない、そうそう、僕ねこれ一回ね、この救急車に引かれてね、やられちゃったことがあるんで、じゃあ行きましょうかってなことがあったんですけど、比較しやすいですよね。例えばビッグマックセットが確か690円とかですかね。でもアメリカ行くとだいたいね2倍くらいしたんですよ。 14.99 ドルとかそんなんだったかな。だから 2.5 倍かとかそのくらいだったんですけど、ビリヤードしたい、めっちゃビリヤードしたいな、ビリヤードしたいな、ウィー、うん、っていうようなね、あの状況だったんですけど、でもその分アメリカって経済成長もしてるから、あのシンプルに、あのなんだっけ、あの手取りも増えてるわけですよ。手取り増えてる中でのその物価が上がったところで、まあ、大して痛くはないじゃないですか。まあまあ物価が上がったら、あの手取り上がっても痛いかもしれないけど、でもそれが食えるだけのね、あの手元に残ってるお金があるっていうことだったら、まあ問題はないっていう話ですよね。うん、そうそう、じゃあ今の日本どうかって言ったら、上がったの物価だけっすよねっていう。ああ、まあまあ、あの社会保険料とか税金とかも全部上がっちゃってるけど、全部上がっちゃってるんでね。まあだからしんどいと思いますよ。だから生活するのがしんどい、仕事も別に対して楽になったわけでもないっていうのだったら、そりゃあね、今の日本を作り上げたその老人たちっていうのはもう宝どころか害ですよね。うん、進めないですよね。あ、やっと進めた。うん。と思うんですよね。はい。だからまあ僕はね、あの今の老人たちの宝っていうふうにはちょっと価値がなさすぎるんじゃないかなと思いますんで、うん、まあ、そんなところじゃないですかね。そういう国を作り上げたのは今の60代70代80代の人たちですから、まだ40、50の人たちがね、そこまでの国を作ったとは言い難いですから、まあこれからの40代50代の人たちがどうなっていくかっていうところと、まあ我々20代30代とかっていうのが、あのさらにね、あの日本をより良くするために、まあ少数制で頑張っていくしかないかなというふうには思いますけどね。うん、まあ、だからあのフリーランスとか副業とかファイヤーとか言われるんですけど、まあ、そこまで努力をする必要っていうのもありますし、だから我々がね、あの目指すべきっていうのは、あのその老人がどうだとかってね、あのこの今 あの国を作っちゃったような人たちのことを、なんだ、何も喋ってないのになんか、そう、今の日本を作った老人たちのことをに対して文句をうんぬんかんぬん言うとかっていうよりも、我々が今度はその
老人になった時に、ああ国の宝ですと、今のブルーホースさんたちの世代がいるか、いるおかげで、今の日本は豊かなんですって言われるように、まあ、頑張っていくっていう方が、はるかに価値があるというか、やった方がいいんじゃないかなって思うことですよね。何も知らない顔してる。同じニュース流れてるけど大丈夫このテレビ放送で。うん。と思いますね。うん。はい。ということでね、まあ我々が日本を頑張って作り上げていきましょう。Move in. はい、ゾンビ。こうした方がいいのかな。こうした方がいいか。あ、なるほどね。難しいな。これを押しながら、後ろ下がってピッてやるな。不思議な。ボタン3つ同時押しか。かなりレベル高い気がするね。よいしょ。ということで、デレーン、ショットゲーン、デレーン。いい感じ。ごちそうさまです。人肉っていうのなんだ、カニバリズムって言われてる。こっからがね、ちょっとね、めんどくさいところになるから、頑張りましょうか。じゃあその前にね、読んでいきましょう。転職したてですが、最近仕事にも慣れてきて、プライベートの時間を確保できるようになり、何かしたいなぁと思ってても、ダラダラして気づいたら時間がなくなっているというような毎日です。したいことを見つける何かアドバイスはありますか？ということですね。はい。ありがとうございます。なんか人間って、不思議なんですけど、なんか時間があると逆に何もしなくないですか？なんかゴールデンウィークとかお盆とか年末年始って、まあ一週間くらいの休みがあるときに何かやろうかなと思っても、なんか食っちゃねして、まだあと6日あるし5日あるし4日あるしとかっていう風に気づいたら、なんか終わっちゃってるってことが結構、あー、うまいとこで出てきたな。なんかね、気づいたらもう時間がなくなってるみたいなことって結構あると思うんですよ。あ、勝った、びっくりした。こいつ倒すの大変かもしんないね。言うてるけど溶けた。下半身しかなくなった。おお、なんかめっちゃあれ、大丈夫？オッケー、ポリティカルヒート。ドゥ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 。あれ知らないんですよね、僕、元ネタ。ふい。ふい。慣れてきた、カウンターショック。なんかすごいクリティカルヒットが続くね。よかった。あいつシンプルに倒せてよかったなって、こいつどうしたらいい？ここで引っかかってんのよ。あ、お疲れ様でーす。そんな話じゃなくって、でも質問に全然答えてね。そう。だから、意外と、忙しくしてる方が、時間の使い方って人間ね、上手になれたりするんですよね。だからそういう意味では、もう予定を作っちゃうっていうのが一つ大事だったと思うんですよね。だから7日間の中で、初日はこうします、2日目はこうします、3日目はこうしますっていうことを考えたりとか、あるいは1日の中でもこういうタイムスケジューリングで動くみたいなね。だから一番、なんて言うんだろう、人間が、幸せかつ効率よく生きていけるのって、意外とね、旅行の時だったりするんですよ。旅行って、なんかあそこ行って、ここ行って、で、この時間にホテルでご飯食べてとかっていうのを結構考えたりしてると思うんですよね。と思うんですよ。だから、長期休暇とかに、の話で言ったら、まあ、1日目こうするとか、2日目こうするっていう、まあ、日付単位とかで予定を組むっていうのは非常に良かったりとかすると思うんですけど、まあ、
1日の中でって言ったら、例えばまあ仕事が終わるのが7時ですで、家に帰ってくるのが8時ですとかっていうんだったら、その8時に着いてから何をするかってい う、 もう予定を事前に組んじゃうみたいなね。だから何も予定しないで、なんとなくこう時間が8時だなとか9時だなとかっていうふうに思って過ごしてしまうから、何もねできずにダラ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 やっちゃうというふうに思いますんで、もう事前に予定を完全に組み切ってしまうっていうことが大事になってくるかなっていうふうに思いますよ。はい、うん、というところかな。うん、あとはね、あのね、やること詰めすぎないっていうことも大事。あの、例えば筋トレ頑張るとか本を読むとかっていう風にした時にね、結構人ってなんか筋トレだったらフルセットやらなきゃいけないとか、それからなんだろう、筋トレならフルセットやらなきゃいけないって思ったりとか、本だったらなんか一冊読み切らなきゃいけないみたいなね、なんかね無駄に頑張ろうとしちゃうんですよね。でも一気にやってしまうと、人間ってちょっと燃え尽きてしまうことがよくあるというか、そのやりきれないままに燃え尽きるっていうことも多かったりするんで、そうならないためにも適度に中途半端にやるっていうことの方が大事だったりしますね。どっかのレオンみたいな海賊初日から中国戦で、あー出た、そうだこいつ来るんだった、忘れてたわ。オーケー、ぶっ倒した。あー青信号か。ピーター、こいつがピーターちゃん、ピーターちゃんクズ野郎だな。あーなんかめっちゃ来たどーん。What the hell? こっちがで、こいつを投げる、違う、ほい、燃えろ、うん、と思います。だから筋トレにしても腕立てが例えばね10回できる体力を持っている方とかだったとしたら、なんかね 7,8 回で止めるんですよ。でなんかちょっと余裕があるなくらいにしてもらって、まだ実はできるんだけど、まあ、このくらいでやめて明日また頑張ろうみたいなね、一回一回そのやることっていうのを完成させてしまうと、人間ってそれで満足しちゃうんで、それアウトなんですよ。そうじゃなくって中途半端にあえてしておくっていうことがすごく大事で、でそしたら明日もやろうかっていう風に余力を残してやれるっていう風になっちゃう。だから筋肉痛になるくらい頑張っちゃうと、むしろねもうここまで頑張ったし明日はいいかなっていう風になるんで、まあそれ努力が下手くそな人の結構陥りがちなことだったりするんですけど、うん、今日頑張ったから明日はいいかなとかね、昨日頑張ったし今日はいいかなって思っちゃうっていうのは、これはもう目標の立て方が下手くそとか、やるべきことをやる人たちの下手くそな方法だったりしてしまいますよね。うん、だからいい意味でモヤモヤ感を残す程度に頑張るっていうことが大事というふうに思います。うん、だから本だったら一冊全部読み切るんじゃなくて一章だけ読むとか、一章読まずになんか4つのパラグラフに分かれているような章だったとしたら、あえて3つまで読んで残り1パラグラフだけ残してやめるみたいなね、っていう風にやると。だからテレビの結果、テレビでもCM の後みたいな、結果は CM の後みたいなのあるじゃないですか。で90秒待って結果見たりするじゃないですか。まあ、イメージ的にはそんな感じですね。もやもや残すことで明日も頑張ろう、明後日も頑張ろうって、ずっと頑張ろうみたいな風にやって、でそれがスケジューリングされていると、8時に帰ってきたらじゃあご飯食べてお風呂入ってなんか読書してとか、お風呂入る前に筋トレしてとか、いろんなことに手はでき出せるようになると思いますんで、まあそんな風にね計画を立てて頑張ってみてください。まあ何したらいいとか何したいかっていうこと自体は、僕がこれやったらいいよっていうのが言えるものはないと思いますんで、ご自身で、考えて手当たり次第いろいろ始めてみてください。ということでね、修羅場を切り抜けたところで、いい感じでね、18分、19分かな、経ってきたところだと思いますし、でっかいタイヤをストップって見ながらね、本動画終わりたいと思います。ということで、次回もまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。お疲れ様でした。